t a ロ o は2006年4月8日から2008年6月28日まで中京テレビで放送されていたトークバラエティ番組である。K 楽産業グループの単独提供。全117回。石田純一と森下千里が現役女子大生チームの t a ロ o ガールと共にメンバー各々の学生生活や恋愛などについて語り合っていたシニア番組である。 トークの他にも毎回様々なバラエティ企画を実施していた。番組タイトルは石田純一の本名石田太郎に由来する。番組はメンバーの入れ替えを繰り返しながらも2年3ヶ月にわたって放送されていたが2008年6月28日放送分をもって同タイトルでの放送を終了。同年7月5日放送分からは 栄 TA ローと題して完全リニューアルし、レギュラー陣も司会の二人とごく一部の TA ローがある以外は全員卒業することになった。番組収録もそれまでは中京テレビ級本社のスタジオで行われていたが、栄 TA ローからは経営学栄開発の運営施設であるサンシャイン栄で行われるようになった。この番組は中京テレビのほか 2006年10月から2008年まで日テレプラスサイエンスでも放送されていた。ただし日テレプラスサイエンス版の内容は中京テレビの約3ヶ月遅れであり、加えて口述の生放送スペシャルは放送を見送られている。またハイビジョン制作の表示にはぼかしがかけられていた。メンバー全員が 東海三県各地の大学に通う女子大生で、大方が芸能事務所に所属して、モデルやタレント、女優や歌手としても活動している者たちだった。番組の放送中は、メンバー各々のの名前が在学中の大学名とともに、テロップで表示されていた。NAC 名古屋所属キュラリプロモーション所属、ジオット所属シスターモデルズ所属スタンドアップ所属、大夢プロダクション所属マッシモ所属その他、この番組唯一のレギュラーコーナーで、東海三県各地の大学サークルの代表者たちが、番組内での宣伝告知をかけてパチンコ勝負に挑んでいた。収録はサンシャイン栄店内で行われていた。 サークルの代表者がパチンコ勝負をして出したリーチの時間分だけ自由に告知することができ、さらに勝負中に大当たりを出した場合には、告知中のワイプ表示を通常時よりも大きめにしてもらえた。しかしながら番組構成の都合上、告知の最中であっても途中で切られることがあった。ありがとうございます。